ドリームビーバーを起動すると、ご覧のような画面が表示されます。スタートアップスクリーンです。左側には、ファイルを開くための項目が表示されます。最近使用したファイルの一覧や。その他のファイルを開きたいときは。こちらから利用します。 中央には新規作成を行うための項目の一覧が表示されます HTMLPHPCSSJavaScript など項目がありクリックして新規作成を開始することができるようになっています その下の Dreamweaver サイトでは、サイト管理に関する設定や、FTP への接続の設定が行え、詳細情報では、作成するドキュメントの環境設定や、サイト作成によく使われがちなスタイルシートやレイアウトのテンプレートを使ってのドキュメントの新規作成、また、 自作作ののテンプレートの作成等が行えますスタートアップスクリーンの下側には初めに新機能ヒントとトレーニングの項目がありますそれぞれをクリックすることでドリームウィーバーを利用するためのヒントや説明などのヘルプ画面を開くことができます 機能ツアーを見るは AdobeTV サイトにリンクされており最新のオンライン情報ソースにアクセスすることができますドリームウィーバーではウェブページ作成のための作業画面をワークスペースと呼びますワークスペースには機能が分類ごとにまとめられてそれぞれ配置されています ドリームウィーバーではあらかじめ用途に合わせたワークスペースが用意されています現在はデザイナーというワークスペースが開いていますこれはデザインをするのに適したパネルのレイアウトになっています開発者であれば開発者のワークスペースを選択すると 良いでしょうまた新規ワークスペースを選択すれば現在のパネルのレイアウトに名前を付けて保存することもできます今回はデザイナーのワークスペースを使っていきましょうワークスペースのメインとなる領域が「 ドキュメントウィンドウですドドキュメンントウィンドウィではウェブページのレイアウトデザインとコード編集を行いますドキュメントウィンドウ上部に並んでいるボタンをドキュメントツールバーと言いますドキュメントツールバーにはデザインビューやコードビューといった ビューを切りり替えるボタンがありますまた表示オプションの変更やブラウザでのプレビューなどの一般的な操作を行うことができますドキュメントツールバーでデザインビューの表示を選択すると作成中のウェブページがデザインビューで表示されますデザインビューでは 実際のウェブブラウザで表示したときとほぼ同じ見え方で作業を進めることができます「コードビューの表示」を選択すると作成中のウェブページを HTML のコードとして確認することができます Dreamweaver ではデザインビューで入力・設定したものを自動的に HTML のタグに変換します。またコードビューで直接 HTML のタグを入力編集することもできるようになっています「コードビュー」および「デザインビューで表示」を選択すると「 デザインビューとコードビューを同時に表示することができますこの分割されたビューではデザインビューで選択した部分がコードビューでも同様に選択されますそのためデザインと HTML のタグをそれぞれ確認しながら編集ができますさらに DreamweaverCS4 では 上下分割だけではなく左右分割が可能となりましたレイアウトメニューから左右に分割を選択しましょう作業内容によっててはとても便利ですね。またコードビューとデザインビューを逆に表示することも可能となりより作業がしやすくなりました ここでは元の状態で進めていきましょうさらに今までのバージョンでは JavaScript や CSS フラッシュなどの動作を確認するごとにインターネットエクスプローラーや Firefox といった Web ブ,ブラウザを立ち上げて確認しなければなりませんでしたが今回 ドリームウィーバー CS4 で追加された新機能ライブビューを使うとブラウザを立ち上げなくてもそれらの動作が確認できるようになりましたデザインビューで表示している状態でデザインビューをライブビューに切り替えボタンを選択すると今までデザインビューが表示されていた場所にライブビューが表示されます ライブビューではデザインビューのように編集はできませんがドリームウィーバー上でブラウザを立ち上げることなく実際のブラウザ上の動作に近い表示を確認できるので作業効率が上がりますまた今回新たに加わった関連ファイル機能でコード部分が関連する 外部の CSS や JavaScript などのファイルのコードに素早く切り替えることができるようになりデザインビューを見ながら関連したファイルの修正が簡単に行えるようになりましたドキュメントウィンドウ下部に HTML のタグが表示されている部分がありますこれをタグセレクタと言いますタタグセレクタには デザインビューで選択された部分のタグが表示されますまたタグセレクタに表示されたタグをクリックするとタグの範囲が選択されますまたタグセレクタに表示されたタグをクリックするとデザインビュー内で関連する範囲が選択されます主に、 CSS などでタグに対する装飾をする際に利用されますワークスペースの下にあるのがプロパティインスペクタですプロパティインスペクタでは選択したオブジェクトの属性が表示されその値を変更することができますプロパティインスペクタは選択するオブジェクトによって表示内容が変わりますですからまず デザインビュー内でオブジェクトを選択してからプロパティインスペクタで設定を変更するという手順になります。